開成のエディオンスタジアムです。広島横浜 FC ともに2連勝を狙うゲームです。2020明治安田生命 J1 リーグ第27節サンフレッチェ広島対横浜 FC、 エディオンスタジアム広島からお送りします。では広島のスターティングラインナップご紹介します。キーパーが林、フィールドプレーヤーが野上、荒木、佐々木、茶島、川辺、土肥、柏、永井、エゼキエウ、ビエイラと入っています。直近のゲームから5人変わった広島のスターターです。一方の横浜 FC スターティングラインナップご紹介します。キーパーが今日は南です。フィールドプレーヤーが田代、小林、袴田、マギーニョ、手塚、シチ、瀬古、斉藤光介、一味、斉藤光輝と入っています。さてコーナーキックインスイングでレフティーの手塚です。非常に高い精度を持つこの左足、ショートコーナーできました。変化をつけてきて瀬古、瀬古は中を見ましたが一旦サイドに振ってここでクロスを入れます。空いてる、決めました。小林、右からのクロスボール合わせた小林勇気で先手は横浜 FC です。まあ、手塚の、ね、ボールも、まあ、非常に精度の高い、ね、クロスを上げましたし、はい、まあ、後ろから入ってきましたよね、まあ、タイミングよく小林でしたよね。茶島のボール真ん中に入ってきた、ヘディング、あ、これはノーゴールです。ノーゴールです、認められていません。その前に止めてます。ただいいボールを上げました茶島。そうでしょうね、まあ、佐々木のところではなくてゴールキーパーのところでしょうね、そこでファールをね取られましたね。いいや、いいボールですね。エゼキエウ、完璧なタッチからエゼキエウのシュートだ。ビエイラの縦パス1本反応した。エゼキエウ抜け出して同点です。あのビエイラの、ね、ロングパスも、ね、非常に精度高かったですし、まあ、ファーストタッチが、ね、うまくはまりましたよね、はい、まあ、うまく、ね、スペースを、まあ、見つけてましたけど、まあ、ここねしっかりとワンタッチでね、まあ、精度の高い、ね、ボールを入れましたし、まあ、落ち着いて、ね、流し込みましたよね、はい。奪ったエゼキエウのシュート、可能性の感じる左足わずかにそれました。田代入ってきた、ダイレクトで斉藤光輝、マギーニョのクロスボールだ、もう一度瀬古のボールにヘディング一味、形を作った横浜 FC。 ビエイラ反転シュート、反転からビエイラ右足、まあ、鋭くね足を振り抜きましたね、糸口を探す横浜 FC です。いいとこありましたね、斉藤光介、いいとこで受けた、幅を取った、アタッカーの中山、縦いった、中山のクロスボール 1-2、完璧な崩しでした横浜 FC。 まあいい位置でねボールも受けましたし、はい、まあ、中山がね最後、まあ、突破していいクロスをねニアサイド上げましたから、はい、ミッドウィークのゲームも非常に早いタイミングでクロスというのもありました。高い位置で奪った浅野、浅野切り返した、うん、浅野の左足ディレクションあって、これはどうだ、おお、クロスバー、強引に狙っていきました。浅野うまくね足先だけでね相手をかわして、まあ、シュートまでね持ち込みましたから、はい、
さあ森島行った、スルスルと抜けてきた森島、これが森島のドリブル、森島一人で運んで中に来たぞ開けましたね、来たよ、青山のシュートだー、完璧に空いてましたが枠の外、佐々木ヘディングで落として青山、ここで試合終了の笛です。サンフレッチェ広島対横浜 FC の一戦、両者連勝を目指したゲーム、先制は横浜 FC、 手塚のクロスに小林のヘディングで先手を取った横浜 FC、 追いかける広島はビエイラのロングボール、エゼキエウのゴールで同点、激闘でした。1対1ドローゲームでフィニッシュです。